スクラブは、マツダが販売する軽自動車規格のキャブオーバー、型車で5ナンバー登録の乗用車と4ナンバー登録の商用版およびトラックである。かつてはオートザムブランドだった。以前は、ポーターキャブという軽トラックを作っていたが、設計が古く時期モデルを作る予定がなかった。 そのため1989年に登場した当初から、鈴木の軽自動車の OEM で、常用のワゴンタイプ、商用のバンタイプは、鈴木エブリー、商用のトラックタイプは、鈴木キャリーが、元車両となっている。三菱自動車工業が製造していた、日産、NV100 クリッパー、NV100 クリッパーアリオ、NT100 クリッパーが2013年12月に、 その主社でもあるミニキャブ及びタウンボックスが2014年2月にフルモデルチェンジしているが、その際に鈴木からの OEM に変更したため日本国内における自動車市場では稀な4兄弟車種となった。なお、歴代を通してフロントグリルやバンパーはワゴン版はエブリー、トラックはキャリーと同一である。1989年6月発売 DG41 DH41 ポーターキャブの後継者にあたる。バンとトラックをラインナップ。1ボックスの一部グレードには、開放感ある、ガラスルーフを設定。34馬力と52馬力インタークーラーターボの 550cc を搭載。1990年3月、DG51、DH51 新規格 660cc になるとともに、オートザムブランドへ移行し、 車体全部のロゴを、マズダから、オートザムに変更。全席下に、直列3気筒再チェシー12バルブ38馬力と、同インタークルーラーターボ58馬力のエンジンを、搭載する。1990年6月、乗用向けの廉価グレード PX タイプをベースとした、特別使用車、スタンドオフを設定。大型ドアミラー、カラードバンパー、カラードライセンスカバー、 左側サイドステップや白色フルホイールキャップなどを装備する。インテリアではエアコン4本、スポークウレタンステアリングホイール、インパネトレーなどを装備。1990年11月頃、ヒターボ車の出力を42馬力に、工場1999年1月19日、トラックと共にフルモデルチェンジ。d g 5 2ト。 DH52V1999 年12月8日、ワゴン追加。DG52W2000 年5月24日、トラックと共に一部改良。2001年9月12日、トラックと共に一部改良。DG62V、DG62W2005 年8月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2005年9月、4代目とバトンタッチして、 販売終了。1999年1月19日、バンと共にフルモデルチェンジ。DG52T、DH52T1999 年12月8日、バンと共に一部改良。2000年5月24日、バンワゴンと共に一部改良。2001年3月1日、特別使用クースペシャルを発売。二千一年九月十二日、 バンワゴンとともに一部改良。DG62T2002 年5月21日、マイナーチェンジ。DG63T2012 年6月19日、一部、改良。2013年8月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2013年9月、4台目とバトンタッチして、販売終了。2005年9月13日、フルモデルチェンジ。 DG64。2007年7月30日、一部改良。2010年5月25日、一部改良。2013年4月17日、バンを一部改良。2014年10月、ワゴンを、仕様変更。2015年2月、生産終了。以後は在庫のみの対応となる。2015年3月、5代目にバトンタッチして、販売終了。 2013年9月13日、約14年8ヶ月ぶりにフルモデルチェンジ。DG16T2015 年8月27日、一部改良。2017年11月22日、一部改良。2018年5月25日、一部改良。2019年9月26日、一部改良。2015年3月5日、 約9年7ヶ月ぶりにフルモデルチェンジ。DG172015 年12月、バンを一部改良。2017年5月25日、バンを一部改良。2019年7月4日、ワゴンバンを一部改良。2020年6月、ワゴンを一部改良。WLTC モードにおける排出ガス、燃料消費率に対応した。腕を組むことというラグビー用語。 スクラムから転じて顧客や松田グループの協調、連帯を期して命名した。ありがとうございます。